青のユニフォームがビファーレン長崎、今日はグレーのユニフォームアウェーの栃木 SC です。長崎は3バックみたいですね。そうですね、まあ、栃木の方も3バックですかね。はい、まあ、打たれてました。引っ掛けた、ここですね、ここ人数かけたいですね。宮崎、高萩、左が空いた、あ、面白い、完全に不利になっている。中へのボール来た、栃木 SC 先制、上田です。まだしっかりとこう奪いに行く形でボールをうまく、ね、取ることができましたし、宮崎選手が時間を作りながら、やはり高木選手のここのイマジネーションというところが光りましたね。まず、まあ、その後に上田選手少しトラップ浮いてしまったんですけども、しっかりとこうボールが落ちてくるのを見る作業をまずしてますね。まあ、その後にしっかりとボールを見ながらインステップに張っている、まあ、その中でそれが求められますね。そうですね、後半が始まりました。後半は左から右に攻めるのがホームの長崎、アウェーの栃木が右から左に攻めていきます。もう一回、少しテンポ出てきましたね、はい、あとはどこで差し込んでいくかというところなんですけども、はい、大竹抜けてきた、素晴らしい、帰ってきました。上中朝日見事に合わせました。同点です。ビファーレン長崎1対1、はい、まあ、その後上中選手の動き素晴らしかったなと思いますし、この後、まあ、キーパー来てるんですけども 5-3-2 で今守備のブロックを敷いた長崎、間に入った八千田、高橋の裏、面白い、森コントロールショット、よく止めました笠原。大竹のパスカットした佐藤、ナイスタックル高橋、山崎、西矢が、山崎のファールを取ります。山崎選手ですか。でも2枚目ですよ。そうですね、2枚目ですよね、はい、山のヘッド、試合終了のホイッスルです。